広い空に何を感じ、雨も憂鬱と寝ぬイメージできない、誰も知らない皆さんこんばんは、貧乏中年 TV のこたつです。今夜も一人で心霊スポットに行く時間がやってまいりました。今夜行くところはですね、福岡県にあります勝木市民の森というところで、こちらはもともと炭鉱があった場所で、まあ、今はね何もなく森だけになってしまっているところなんですけど、その炭鉱が使われていた時期に18人が亡くなるという、まあ、大きな事件が起きていまして、その霊が成仏できずにこの公園にさまよっていると言われています。またそれだけではなく、この森の中にね貯水池があって、そこでもね一人の子供が溺れて亡くなってしまったために、子供の霊が見られるであったり、森の中にあるトイレ、そこで首吊り自殺も起きているような、まあ、数多くの方がね命を落とされている現場となっています。なので今回はその噂されているね、特に幽霊が見えると言われている森の遊歩道部分、貯水池、トイレと3カ所をめぐって幽霊が見えるのかっていうのを調査していきたいと思います。はい、今勝木市民の森に到着しました。場所的にはね、周りは住宅街なんですけど、今から僕が向かうこの道の右側、もうね完全に森、真っ暗闇の中に進んでいくわけなんですけど、もともとはねここは炭鉱で栄えてた場所っていうこともあって、当時の炭鉱の遺構みたいなのも残ってるらしいので、まあ、そういったのもね見ながら進んでいこうとは思うんですけど、まあ先ほどお伝えもしましたけど、ここでは炭鉱内で18名の方が生き埋めになり亡くなってしまったという事件が起きている場所で、夜ねこの森に入っていくと、その炭鉱の働いていた従業員らしき服を着た男の人が何人も目撃されることから、地元の人は夜になると絶対に近づかない森っていう風に言われているらしいんです。まあ当然のように街灯もなくてちょっと危ないですけど、まあね幽霊が目撃されるということなのであれば、調査してカメラに幽霊を映したいと思います。ではとりあえず進んでいきますか。いや暗いね、ライトがなかったら本当に何も見えない。なんか奥の方で足音みたいなの聞こえるけど、何、右奥、どっかいるのか。いる限りは山しかないけど、なんか音がパキ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 っていうのがすごい聞こえる。なんか見た感じ整備もされてなくて、どっちに住むのが正解なのかもよくわからんね。おー、なんだあれ、ああいうのが炭鉱跡の遺構とかなのか。ああ、明らかに森にあるのはなんかおかしい。コンクリートの、いや橋桁、なんかそんな風にも見えるようなものがあるけど、周りには特に他には何もないんだな。なんでこれだけこんな残しちゃうんだろう。もしこれが遺構関係なら、亡くなった方とかその思いを込められた場所とかに留まるって言われますので、ちょっと一枚写真撮ってみますか。では一枚失礼します。写真を見る限りは特に何か写ってるとかはなさそうだけど、なんかずっと
パキ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 奥の方から鳴ってんだよな。とりあえずちょっと音の鳴る方向に進んでいってみますか。今歩いてきてるんですけど、当たり前のようにね、人は誰もいない。でもずっとね、パキパキとかミシミシみたいな何かが動くような音は鳴ってるんですよ。まあ森だから動物なのかなとも思うんですけど、そういったものも見当たらないし、僕に見えてないだけ？ちょっとこっからまた森が険しくなっていくので、トリフィールドをつけて進んでみますか。今のところ特に反応はまあ5とかそれぐらいはあるけど、まあ、近くがね住宅街ということもあって、まあ、これぐらいは別にねおかしくはないと思うんですよ。ただまたねギュン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 音が鳴り出した時がやっぱり何か近くにいるのかもしれないので、まあ、トリフィールドにも注意しながらこの先は進んでいきたいと思います。まあ今特に何か見えてるわけじゃないけど、こういった木とかもちょっと不気味だよね。聞いてはないけど、なんかこの暗さでこの森ってなると、この辺りとかにも首吊り自殺とかなんかあってもおかしくなさそうだもんね。まあ、ていうかそもそもね道が合ってんのかもちょっと不安だけど、なんだなんだ、誰もいませんよね。違うよね。トリフィールドも、まあ、そんなにちょっと反応があったけど、なんか奥やばいんだけど、やっぱりちょっともうちょっと奥入ってみます。今進んでるんだけど、なんかね樹海とまでは言わないけど分かれ道がめちゃめちゃある。本当に今自分がいる場所どっから来たのかっていうのをちゃんと分かってないと普通に迷って帰ってこれなくなりそう。え？なんか今奥から声っぽいのしなかった？来たのかっていうのをちゃんと分かってないと普通に迷って帰ってこれなくなりそう。え？こっちの方から上みたいな。いやもうこっちは道にもなってないし、もうなんか崖っぽくなってるし危なそうだね。もし僕が霊感とかあるならこういった先とかに進むと遺体があったりするのかもしれんけど、まあ、僕は霊感がないので多分気のせいだと思います。今ねだいぶ上り下りを繰り返して歩いてはいるんですけど、まあ、一番初めにね見つけたあのコンクリートの橋桁みたいなやつ、あれ以来特にね炭鉱の遺構跡みたいなのが見つかったりはしてないんですよね。まあ、その炭鉱でね事故が起きて人が亡くなってるっていう話は事実らしいので、まあ、慰霊碑であったり、まあ、お地蔵様とかなんかそういったのがあったりするのかなと思ったんですけど、今のところ特に見つかってはないね。もう結構下りになってきて、もうちょっとしたらこの森も抜けそうなので、まあ、抜けたら子供が亡くなったと言われている貯水池の方を向かっていきますか。今下ってきて、まあ、もうちょっとでねこの階段を降りれば下に降りれるんですけど、なんか建物らしきものが一個ポツンとあるんですよ。何なんだろうねこれ。ん？お地蔵様？何これ。この仏様みたいなのわかるんだけど、この左のやつとか、あとはねこれなんか怖くない？何の人形これ。
かれてる仏様も首が一回折られてるし、なんかトリフィールドがずっと反応してるな。よくわからんけど、ちょっと反応が気になるので、貯水池に行く前にここで少し待機してみますか。はい、では待機を始めたいと思います。なんかね、山の中に、しかもなんか人目がつかないような場所にこんなんがあるってなると、ちょっと気にはなるよね。置いてる仏さんとかもね、多種多様というか、なんか統一性がなくて、何のためにっていうのがよくわからないんですよね。ちょっとここも一枚写真撮っておきますか。まあ、見る限りは何か映ってるとかはなさそう。ここは何なんだろうね。もしここが炭鉱で亡くなった人たちの、まあ、供養のために作られたものなのであれば、まあ、この後ね、何か起きるかもしれないので、ちょっと待機を続けてみたいと思います。ん？何？なんか関係あるか分からんけど、薬みたいなのが落ちてました。バイアスピリン？ちょっとネットで調べてみますか。まあ、心筋梗塞とかにならないための血栓を抑制する、そんな薬みたいなので、まあ、なんか変なやばい薬みたいな、そういうのではなさそうですね。はい、今ね、23時53分と、まあ、30分前後ぐらい経ちましたんで、まあ、特にここは何も起きないので、貯水池の方に移動したいと思います。はい、今貯水池の前に来たんですけど、いやもうね、なんかいそう。水があるからか、ちょっと煙たい感じがして、なんかね、音が鳴ってるよね。水の中に生き物がいるからなのか、なんかすごい雰囲気あるわ。で、ここで言われてるのが、昔ね、小さな子供が誤ってこの貯水池に転落してしまって、まあ、近くにね、親とかもいたらしいんですけど、気づかないうちにそのまま溺死して、この池のね、表面にうつ伏せになって浮かんでいたところを発見されたらしいです。まあ、それが原因なのかわからないんですけど、その事件が起きてから、ここに夜来ると子供の笑い声であったり、小さな子供がライトもつけずに一人でポツンとしゃがみ込んでいる姿が目撃されているらしいので、2カ所目はここを調査して、まあね、少し滞在をしていきたいと思います。で、これ周りを見る限りね、こんな感じで柵はあるんだけど、小さい子供とかだったらこの柵の間とかくぐり抜けて誤って池の中に転落してしまうとかっていうのは全然考えられるよ。まあ、そのあたりがね、今でも対応されてない感じに見えるのが、また第2第3の事件が起きるんじゃないかっていうのがちょっと不安な場所ですね。とりあえず広さはそこまでないので、まあ、この貯水池に向かって定点を設置してみますか。はい、今設置しまして、僕もここで30分間ぐらい待機しようと思ったんですけど、もう一箇所首吊り自殺があったと言われているトイレの場所がまだ分かってないので、ちょっとここは豆芝に任せて、まあ、一枚写真を撮ってから僕はトイレの方を探しに行きたいと思います。とりあえず先に一枚写真撮りますか。では一枚失礼します。
なんかもやっぽいけど特に何か映ったりとかはしてなさそうで、池の水がねかなり汚れているので生き物がいるかどうかがよくわからないんですよ、まあ、もしこれがね池の中の生き物でなかったら、まあ、何か映るかもしれないので、ここはちょっと豆柴隊員に任せて僕は先に進みたいと思います。ちなみに今時刻が、まあ、0時11分なので豆柴くんはここで0時41分まで滞在してもらいたいと思います。じゃあトイレを探していきますか。あの光ってる上がね車が走るところになってて、そのね高架沿いの近くにねあるってことなんですけど、あれはなんだろう、なんか周りは森に囲まれてる中にポツンと一個建物があるけど、これがトイレなのか？見た感じは何も書いてないけど、なんか扉は古い割には鍵がしっかりしてて、これは開くのか？失礼します。開かないね。トイレとかだったらなんか男の人とか女の人のマークとかあったりすると思うんだけど、特にないっていうことはこれは違うのかな。ただ周りにはね他には特に何もないんですよね。あ、なんか看板みたいなのがあるからちょっとあれで見てみますか。今いるところがここで、でこの黄色いところが道路でしょ。それ沿いってなるともうちょっと奥の、まあ、この辺か、まあ、もしくはこの渡った向こう側、その辺りになるんですかね、まあ、もしその場所に幽霊がいるっていうことなのであれば、トリフィールドとかにも反応する可能性はあるので、ここからはトリフィールドをつけて道路の方向へ進んでいきたいと思います。今ちょうど道路の下までやってきたんですけど、やっぱり見る限り周りには何もないんだよね。トイレっていうのがどれぐらいの大きさの建物かわからんけど、もう横が森に続く形で、まあ、これが高架下のトンネル、まあなんかこういうところも幽霊出るとかなんか言われそうだけどね、まあ、ただかなり明るいので大丈夫かな、まあ、とりあえずこれ抜けて向こう側も調査してみますか。ちょっと待って、今抜けてきたんだけどこの先暗すぎて何も見えん。何何何、トンネル歩いてきたけど何もなかったけど足音みたいなしない？のせいか。ほらほらほら、水？水？ですか？ちょっと待って待って、何？何？いや水ないわ。何？ごめんちょっと待って。ごめん、なんか至るところで音がするんだけど。子供の霊。貯水池だよね。ね、何何何あれ。何あれ。ごめん、ちょっとね、こっちもやばい。こっちの音もやばいし。なんかトリフィールドが反応しだしたし。ちょっと待って。一旦こっち写真撮りますか。もし誰かいらっしゃれば写ってください。
や明るいからね、そんな見た感じの怖さはないんだけど、音がすごいよこれ。で次はこれ何、まずこれが何、なんか鉄の柵みたいな檻か、これなんかイノシシとかそれを罠にかけるための檻にも見えなくはないけど、なんでこんなとこにあるんだろう。でこいつなんかオブジェみたいな、公園の遊具とかボロボロなんだけど、あ、ちょっと待ってね、待ってね、トイレだ、何これ、なんか奥にお花ない、そういうのじゃないよね。ちょっと中失礼します。ほら、あれはでも飾ってるだけのお花なのかな。ただこれ相当使われてないよね、手入れされた跡が見えない。でこっちが大便器、わ、これも絶対使われてないね。なんか古いよ、ボットンみたいな感じの。でここにもお花があって、首をつるとしたらここしかないよね。じゃあここで首をつって、ここで亡くなってたってこと。ちょっと待って、今ね確実に周りで音が鳴った、何かがにじり寄ってくるような、周りには誰もいないけど、やっぱね間違いなくここが一番やばい雰囲気がする。ちょっと貯水池の豆柴くん回収してこっちに定点移動しますか。はい、まあ場所を移動してきたんですけど、ここやばいね、全く見えん、暗、田舎で音がすごいんだけど。でさっきねトイレの中に入った時にトリフィールドがビビビビビって反応がして、なんか外から誰かがガサガサガサって寄ってくるみたいな足音が聞こえたので、ちょっとねまずねチェキから撮って何が映るかっていうのを見たいと思います。ちょっと中が映るように撮ってみますか。では失礼します。ではチェキができるのを待ってる間、続いてスピリットボックスも行きたいと。何の音？ちょっと待って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 。何の音？誰かいます？マジで動物とか何もいない。よく分からんけど、とりあえずスピリットボックスやりますか。こんばんは。このトイレで首吊り自殺があったってことなんですけど、近くに誰かいらっしゃいますか。いらっしゃいましたら何か反応いただけませんか。なんか
声したよね。やっぱりこのトイレの中にいらっしゃるんでしょうか。なんか落ちてるんだよ。なんか今引きずったみたいな、ザーザーみたいな。どっち今スピットボックス完全に中から聞こえたんだけど。中誰もいらっしゃいませんよね。ちょっと中もう一回入らせていただいていいですか。なんかよくわからん床をね、何かを引きずるザーみたいな、そんな音がはっきり僕には聞こえたんだけど、ちょっと中もう一回確認してみますか。いや、この下ら辺で今確実に何かがするみたいな音鳴ったんだけど、何もいないよね。この中、待って、何の音するよね。誰かいますか。ちょっと待ってね。いや、多分誰もいないと思うけど、とりあえず開けてみますか。誰もいないんだけど、何が鳴ってたの。確実になんか硬い何かを引きずるみたいな。中とかじゃないよね。壁？なんかこの辺めくれたりはしてるけど、どうなんだろう、関係あんのかな。ちょっとよくわからんけど、さっき撮ったチェキ何か映ってるかもしれないので確認してみますか。チェキを見る限りはね、特に何か映ってるとかはなさそうですね。で、今時刻がね、もう1時3分と、かなり時間も過ぎてしまってるので、検証はこれで終了して車に戻りたいと思います。はい、今は戻ってきました。今回行かせていただいた香月市民の森、こちらを恐怖レベル5段階評価で表すと2こたつでした。今回の場所ね、森の中とか、あの貯水池とかでね、明るいんですけど、トンネルとかで最後に行ったトイレとか、かなり雰囲気はあったんですけど、今まで行った他のとこに比べると、まあ恐怖レベルはちょっと低かったんじゃないかなっていうふうに思いました。まあただこれからね、また全国の心霊スポットいろいろ巡っていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。